皆さんこんにちは。再びこれまでの真実や常識を捨て去る時がやってきました。想像してください。奇妙で不気味で時に恐ろしい世界があなたのそばにあるということ。そこには神話や伝説、あらゆる噂がまだ息づいている。さあいいですか。恐怖のテイルズフロムウェストバージニアヒルズの時間です。化け物は必ずしも地面から這い出てくるとは限りません。ウェストバージニアでは昔から空を飛ぶ化け物の話が語り継がれています。今も昔も同じ名前で語られますが、時代とともに噂の中身は変わっています。あれは人だ、違う獣だ、あるいは悪魔だ、いや天使だと。今夜のエピソード、モスマン現るの舞台はモーガンタウン市民病院。とある少女メアリー・スカーベリーがベッドで目を覚まします。少し具合が悪いようです。ねえ、ハンディさんいるの？はい、いますよ。気分はいかが？もう一度スティムパックを使いますか？目が覚めた？起きたのか？ママはここよ。どこか辛いところはないか？ママ、パパ、大丈夫よ。もう心配したんだから、まさかあんなことするなんて。ああ、どうも皆さん、こんな夜分に訪ねてしまって申し訳ない。メアリー、ジョンソン保安官が話を聞きたいらしい。しかしよかった、君が助かったのは奇跡だ。メアリー、本当に辛い目にあったんだね。二人はどこにいるの？あ、昨日君たちに起こった出来事を覚えているかい、メアリー？昨日君たちはファイエットビル鉄道橋の上で一体何をして遊んでいたのかな？バディが橋に行こうって言い出して。メアリー、ビビんなよ、みんなやってることだぜ。高所恐怖症なの知ってるでしょ。ここの高さってわかる？スティーブ、父さんは300メートルって。600メートルって聞いたぜ。川に落っこちるまでにバッチリお祈りができちゃうな。脅かさないで、今だって怖くてもう泣きそうなのに。なあ、早くしろって。ほら見てみ、なんてことないって。バディ無茶しないで。こっち来ないとぼっちになるぞ。行こうよ。いいぞ、来いよ。黙って、集中してるんだから。いい感じだよメアリー。どうしよう、もう足が動かない。もうちょっとだって、一歩ずつゆっくりでいいんだ。おい、上を見るんだ。うわ、なんだあれ、鳥じゃないよな。あ、わかったぞ、目が赤く光ってる、あれがモスマンだよ。こっちに飛んできてる。伏せて。間一発ね。スティーブ、メアリー、橋から降りて、列車が来てる、早く。まずいよ、じいちゃんがモスマンは不幸を呼ぶって。きっと列車が脱線するんだ。それかもしかしたら私たちが列車に轢かれちゃうのかも。どうするの？飛び降りられないし、橋までは遠い。もう無理だよ。気をつけろ、あいつが戻ってきた。覚えてるのは、その列車に轢かれる直前でモスマンに掴まれたとこまで。あのね、変な話だけど、あれは助けてくれたんだと思う。そうか、おとぎ話みたいだな。信じてくれないの？全部本当なのに。バディとスティーブだって同じことを言うはずよ、絶対にそうよ。
ああ、そうか。スカーベリーさん、少し外に出て話をしてもいいですか？もちろん、すぐに戻るからね。いい子にしてるんだ。看護師さん、メアリーに食事か何かを。かしこまりました。それではサルズベリーステーキのグレービーソースがけにしましょうか。きっとすぐに元気になりますからね。どう思います？メアリーは嘘をつく子じゃない。だがしかし、川辺で彼女を保護した時、体には爪痕らしきものがあったのは間違いないのですが。それじゃあ、あの子の話は本当に、モスマンがあの子たちを助けたって？いえ、非常に言いにくいんですが、他の子はメアリーほど運が良くなかった。残念ですが、二人は木のてっぺんで発見されました。バラバラの状態でね。バラバラって、それはどういう。あの音は何？これってまるで。助けて！メアリー！あの窓だ。突っ込んできたんだ。看護師がバラバラにされてる。元気になる、元気になる。メアリー、どこ行ったの？なんで娘がこんな目に。どうなってるのよ。どうした？なかなかに怖い話でしたね。皆さん、何かするときは後ろ、左、右と安全確認をして、退路もしっかり確保しましょう。そして何より頭上にも注意を払ってください。あなたを狙う何かが絶対にいないとも限りませんからね。来週の恐怖のテイルズフロムウエストバージニアヒルズもどうぞお楽しみに。